こんにちは、速化塾の久保ですまあ50代を過ぎて副収入っていうとお仕事をされてる合間に、まあ、牛丼屋で深夜のアルバイトコンビニのレジ打ち荷物運び家庭教師さまざま考えられるのが、まあ、私のようなね50代を過ぎた年齢の、まあ、ものの差がなんですけども最近はねインターネットを使って在宅で体力を使わずに稼ぐ方法も生まれてるんですよね。 まあでもやっぱりビジネスをしようと思うとそもそもどんな商品を売ればいいのかっていう設定がすごく大事になってきますつまり商品を作る力ですよねでこれがないとすぐに商売は飛んだしますしかもインターネットを使った商売って基本的に情報の商品なんですよ、まあ、つまりは誰かの困ったを情報によって解決するというかなりね高いレベルのものになってきますまあもちろんご自身の長い人生経験の中で例えば 自分の部下や後輩を情報によって、つまりは指導によって育てることができれば、その成功事例がもしかしたらね、これからインターネット上で出会うよくわからない人に対して困ったことを解決する手法になるかもしれませんよね。まあでも、だからといって簡単に商品が売れるかどうかはわかりません。そのために必要なのが販売力になってきます。販売力ですよね。ものを売る力です。これにはコピーライティングとかセールストークの力とか、あとはね、どんな困った問題を抱えているのかってことを 教えてくれるの、ね、これ信頼関係が大事になってくるんですよまあ、ですので、この販売力もやっぱり鍛えていかなくてはいけませんよねでもこの人生の中で50代に入って販売する能力って鍛えてきたかなと思うと自信がないと思いますまあ、でもね、反面誰かを説得して分かっていただくとかね交渉によって考えを変えさせたってことはあると思うんですよまあ、そういうような気持ちを持って販売ってものを考えていくとどうして買えば 問題が解決するのかそしてその商品を手に入れたらどうなるのかってことを想像させるような力はあるんじゃないかなと思うんですよで、3つ目の力になってきますけどもやっぱね、基本的には集客ができないと商品持ってても強い販売力を持っても何も起きないわけですよねまあですので、集客をする力これが最も大事になってきますなぜ最も大事かというとほとんどの人が集客ができなくってビジネスを諦めるからなんですよ 集客をすることがまず第一そのためには人気者になるることが求められてるんですよねでそもそも集客力人気になる力って何でしょうかって考えた時に、まあ、今いいいるる環境でで一目を置かかれててなっていうところがまず最初に思いついちゃうんですよねだってリアルな関係目と目を合わしてまさに身近で肌を触れ合ってる人に信頼されてないのにインターネットの向こうの人に果たして信頼いただけるかどうかなってことにもなるんですよ。 もちろんねネットの向こうの人を盲目的に信じてしまうっていうふなそういった人との関係でしたら作れるかもしれませんけどもこれは後々トラブルにつながることが多いんですよねですんで商売をする時に集客力商品力販売力この3つは絶対に鍛えていかなくてはならないってことになりますじゃあ一体どこで鍛えればいいんでしょうかもちろん今お勤めの会社で鍛えることもできると思いますが副業をこっそりやろうとするんだったらやっぱりね ネットビジネス塾の中でこういった3つの予想をここで教えてますよっていうところをね入塾前に明言してくださることのときに行けばいいんじゃないかなと思います。塾に入ったらん何か何かもとかね、儲かるような秘密のノウハウを持ってますっていうところは私はあんまりお勧めしないかなと思います。だって具体的にこの力がいるんですよその力を育てるにはこの動画1本じゃ無理なんで一定期間2ヶ月とか3ヶ月二人三脚で。 トレーニングしていきましょうっていうところの方が、まあ、なんか理にかなってるような気がするんですけどね。皆さんはどのようにお感じでしょうか。それでは今回は以上でございます。